こんにちは、イルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では135ミリの話をもう一回します。で、今日の135ミリはシグマの135ミリ、いつも使っているシグマの135ミリで撮るのと、最近見つけた結構安いマニュアルフォーカスの2万円ぐらいする135ミリ、中1光学の135ミリ。でシグマは F1.8、 中1光学は F2.8、 つまり1段のプラス3分の1ぐらいの差があります。で、実際に今普通のシグマの 135mm と、中1光学の2万円ぐらいの 135mm ぐらいはどれだけ差があるか、どんな風に冒険の具合が変わるかを一緒に見てみましょう。そして F1.8 と F2.8 ももちろん比べるし、あと F2.8 を両方使って実際に冒険の具合がどんな風に変わるかを見てみましょう。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。で、最初は一番最初はシグマの 135mm で撮ります。最初はシグマの 135mm で、今紅葉で撮影ね。ちなみに紅葉で撮影方法の動画も作ってます。その動画は上のカードと下の概要欄に入ってます。で、シグマの 135mm 今の設定、今から使う設定はだいたい感度50にして、そしてとりあえず最初開放 F1.8、 開放 F1.8、 あとシンクロスピードも250分の1で撮影します。そしてシャッタースピードはだいたい500分の1ぐらいにします。で、シャッタースピードは今500分の1で、ストロボのパワーがだいたい2分の1とかフル発光ぐらいにしてます。で、これはシグマの 135mmF1.8 でこんな感じになってます。そして今からだいたい同じ感じの背景で撮れるようにちょっとだけ曇ったので、シャッタースピードを若干下げました。そしてこんな感じの背景になってます。 OK。 で、その後中1光学の 135mm にも変えるんだけど、その前にシグマの 135mm も F2.8 まで絞ればどれだけこの背景のボケの具合が変わるかも見てみましょう。とりあえず F2.8にして 1,2,3,4 回回せば F2.8 になると、これぐらいだけちょっと暗くなる。そしてそれに合わせて感度を上げます。同じ分感度を上げます。感度50から125に変えます。それでこんな感じで背景のボケの具合が変わります。OK。 この写真は F1.8 絞り、そしてこの写真は F2.8、 1段プラス3分の1ぐらい絞りを絞るとこれだけ変わります。で、これは今のところまでシグマだけで撮影してます。そして今全くこの同じ設定で中1光学の 135mm に変えます。場所もアングルも何も変えないです。そのまま撮ります。で、結構コンパクトで、こんなサイズで 135mm いけるかみたいなサイズで
コンパクトでマニュアルフォーカスで撮影します。とりあえず F2.8 にして、そしてピントを合わせます。 OK。 今は中1光学の 135mm で F2.8 です。まあ、ちょっともちろん色も違うし、あとまあボケの具合も若干変わってるかな。OK、これは中1光学の 135mm の F2.8 の設定です。OK、そしてもう一回比べてみると、まあ、F135mm の F1.8 はこんな感じです。そして135mm の SIGMA の F2.8 はこんな感じです。マニュアルフォーカスの中1光学のレンズを F2.8 で撮るとこんな感じです。まあ皆さんはどっちの方のボケの具合が気に入っているとか何かコメントがあれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら嬉しいです。で最後に、そしてもしデータをか比較したい方がいれば、あの下のコメント欄に、下の概要欄にあのデータのローファイルも入れるので、見てみたい人がいればぜひダウンロードしてみてください。まあ、だいたい10日間か2週間ぐらいの有効期限にします。そしてまあこの動画では別に SIGMA の 135mm と中1光学の 135mm は比べるというよりも、10万以上出せない人ももちろんいる。でも 135mm という焦点距離で撮りたい方は多分いると思うので、まあ、2万円でも普通にいい感じの 135mm で普通にいい感じの写真は、まあ、撮れることを今日の動画でちょっと見せたいなと思いました。そしてはマニュアルフォーカスだけが一つの欠点かな。マニュアルフォーカスにまあなんとなく慣れることができたら、それでまあ普通にあの写真は多分めっちゃいい感じの写真は撮れます。そしてまあ F1.8 から F2.8 まではどれだけまあ差があるかも見れるんじゃないかなと思います。この動画で皆さんが何かコメントとかがあればあのコメントしてください。そしてまあ今日使ってたレンズも下の概要欄に URL 入れるので、興味ある人はぜひ見てみてください。そして中1光学の 85mm というレンズもあります。あのスピードマスターの 85mm の F1.2 大口径レンズ、その動画、そのレンズの動画も作ってあります。そしてキヤノンの 85mm の F1.2 と中1光学の 85mm の F1.2 のボケの具合の比較動画も作ってます。結構面白い結果になっているので、ぜひその動画も見てくれたら嬉しいです。OK、ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。